Dynamite Chippos, man. I got this, yeah. ノックアウト公式球では117パウンド4分の3フィリピンセブシティ出身現在のランクは OPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級第10位ブライアン・ブハイ・ロベタニア12勝のうち 10KO OPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級10位ブライアン・ロベターニャです。東洋ランカーとなって千葉が初めて迎える試合ランカー同士の対戦ということになりました。セミファイナル放送の解説は元世界チャンピオンの2人浜田剛さんセレス小林さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。注目の一戦が間もなく幕を開けようとしています。千葉界のステップアップに向けての重要な一戦今第1ラウンドのゴングを聞きました。髪を金色に染め上げました赤のパンチングローブを握るのは横浜光ジム期待のホープと言っていいでしょう千葉海24歳です。一方潜り込むような格好になりました青のパンチングローブを握るのはフィリピンからやってきましたブライアン・ロベターニャ26歳です。右左とまずはパンチを出していきました。ボディボディ。さあ解説の浜田さん、はい、まずはこの試合どんなところを楽しみにしますか。やっぱりですね、千葉のこの勢いのあるところ、はい、右のそしていい内容というよりも完全なる肩を見たいところですよね。そうですか。ここまで7戦全勝 6KO というキャリアです。スレスさんはこの千葉に何か印象というのは持たれてますか。非常にね目のいい選手ですよね。あそうですか、はい、あのボクシングセンスがあるなっていうね本当試合しますよね。まさにこの横浜光ジムの石井一太郎会長は寸分の狂いもない。おっとちょっとバランスを崩した右をもらって少し後方にバランスを崩しました千葉会です。まあ相手もやっぱりパンチありますよね。12勝のうち10個の KO 勝利がありますブライアン・ロベターニャOPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級の10位です。ボディを放っていきます千葉海です。少しバックステップで後ろに下がってからというところでした。先ほどセレスさんの話にもありました目がいいという話石井一太郎会長も数ミリ単位のところでパンチを避けるというその目の良さ勘の良さというのを買っています。まあここまで、ね、見る感じは、まあ、スピードは、ね、千葉選手の方が、ね、上ですよね。あそうですか、はい、ただねあのロベタナ選手、ね、パンチが多く打ってくるので、軌道がちょっと、ね、読みづらいところがありますのでそうですかそこを、ね、注意したいですね。何か警戒すべきようなパンチはありますさあコーナーに追い込んでいく右のストレートガードの上からですね非常に力強いパンチを振っていきました千葉海です。大振りのフックになります。セレスさん何かロベターニャの警戒すべきパンチというのはありますか。あとは振りが大きいですからね、やはり振りが大きい分ねもらってしまうと聞きますから、はい、ただスピードはないのでしっかり見ていればねそれほど怖いパンチではないと思いますね。あそうですか。勝ち試合の KO 率は 80% を超えるという強敵を迎えています千葉海です。この千葉の生命線は本人の言葉を借りれば何といっても左のジャブだという話を浜田さんしています。うん、まあ千葉に限らずまあボクサーファイターの選手は大体そうなんですけどね、はい、まあ、今日はですねやっぱり相手が変則に動いてくるんで、はい、まだ、そういった乗れないところがあるんですね。アッパーが入りました。パンチあるんですよ。さあまとめていく千葉がまとめていく、うん、ちょっとボディを嫌がっているミストレート千葉の右ストレート。さあここでパンチをどんどん出していくアッパー右ストレートまとめにいくか試合を決めにいくか千葉が8勝目を手にするかどうだ。アッパー千葉のアッパーです。ガードの上からでもお構いなし残り10秒倒しきれるか千葉第1ラウンドから凄まじいパンチの応酬です。ガードの上でもというのはやっぱり迫力あってパンチのある証拠ですよね。突然ギアを上げました千葉海波乱の第1ラウンド終了です。本日のセミファイナル両選手の経歴戦略をご紹介します。赤コーナー千葉海横浜光ジム所属1993年3月まで改めてバンタム級の8回戦解説の浜田さん、はい、第1ラウンドから大きく試合動きましたね。まあ2ラウンド目もしくは3ラウンド目でノックアウトあるんじゃないですかね。あそうですか、うん、そういう予感しますよ。楽しみですがセレスさんはどんなところこの後のラウンド期待しますか。そうですね、あの右のアッパーからねそのあの左のアッパー右のアッパーのボディーロー、全部ね的確に打ってましたよね。あそうですか、はい、先ほどはアッパーが顎を捉えるシーンもありました。横浜光ジムの千葉海24歳です。今画面に映っている石井一太郎会長と二人三脚で
このチャンピオンを目指してここまで練習を積み重ねてきました。17歳の頃沖縄から単身上京、ボクシングキャリアをスタートさせました。東洋太平洋のランクも手にして満を持して挑む今日のリングです。さあ第2ラウンドです。注目しましょう。第1ラウンドはダウンこそありませんでしたが、浜田さん、ものすごい応酬でしたね、はい。まあ、ダウンに持っていけそうな状況ありますからね、もう少し時間あればというところでしたね。あ、そうですか、はい、あと少しラッシュを重ねていればというところでした。まあ、実際にボディも顔面を来ましたからね。もう一度ボディです。今ナイスという声もありましたが、どうでしょうか今日の序盤の芝というのは。セレスさん、いや、いい動きですよ。気をつけようとすればですね、本当もう相打ちですよね。その相打ち狙いで来ているので、そこのパンチだけですよね、気をつけるのは。ここまで相手のロベターニャは19戦12勝 10KO 4敗3分けと、キャリアでも勝ち星でも KO 数でも千葉を上回っているという、この非常に大振りのアッパーを見せていきました。あと相手がですね、どんどん頭を振りながら来るんで、はい、その頭をぶつけられないようにしなきゃいけないんですよね、うん。あ、そうですか、はい。そういったバッティングにも注意が必要という、まあ、これから、ナイスボディ、ナイスボディ、ガードの上から打っていく、右のフックをかぶせました。平松さん、はい、千葉陣営なんですが、攻撃に関しては全く問題ないと、守備をしっかりしようという話でした。あ、そうですか。セレスさん、攻撃に関しては一定の手応えを感じているようですね。そうですね、しっかりね、上下を打ち上げてますし、はい、空いてるところをね、よく見て打ってますよね。あ、そして今左右と打っていきました。一方で浜田さん、ディフェンスが少しという話がありましたが、はい、このあたりどうなんですか。まあ、やっぱり攻撃にまあ重視するがために打たれたらという、まあ、その、はい、注意だと思いますけどね。先ほど言っていた相打ちにも注意が必要というところも一つ。あ、ナイス。スピードさえあればですね、相打っているか、相打ち状況でやっても自分のパンチの方が入りますからね。あ、そうですか、はい、いかにその相打ちの状態から削っていけるかというところ。ガードの上からでも岡林です。ただ大振りのフックです。大きいフックの後にね、アッパー合わせだったらね、やっぱりうまいですよね、はい。あ、そうですか。平松さん、はい、一方のロベターニャ陣営なんですけれども、試合前に見られた笑顔は第1ラウンド終わってからは一切なくなりましたね。そうですか。そしてジャブをやはりついていけと、ジャブボディつなげていくという指示が飛んでいます。はい、本人も笑顔はないという安藤アナウンサーのリポートでした。今ボディ顔面効いてますからね、ちょっと顔も赤くなってきたか。第2ラウンドです。右のストレート、ガードの上からでもお構いなしというのがこの千葉会です。バックステップでヒットアンダーウェイ、パンチをかわしていきます。アッパー、もう一度アッパーの構えを見せていきます。あれだけで空振りしますと、はい、まあ、スタミナの方もね、やっぱ切れますよね。やはり大振りだからこそ序盤から体力の消耗というのもあるんでしょうか。そうですね、でボディも効いてますからね。さあ、上下の内訳を見せていけるかという千葉会です。ステップワークを使って、また左の得意のジャブを使って、ナイスボディ、ボディを入れました。突きを伺っていきます。第1ラウンドではラッシュがありましたが、第2ラウンド残り10秒を切っています。足を使います、千葉です。あとボディ、ロベターニャのボディが今千葉の腹部を捉えました。ここで第2ラウンドが終了です。石井一太郎会長と二人三脚、ボクシング付けの人生を送っています千葉会です。仕事もジムでのトレーナーに変え、家もジムの近くに引っ越したといいます。朝の9時にジムに来て、夜の10時半にジムから帰る。ジムの鍵は石井会長ではなく、この千葉が持っているそうです。それほどボクシングに集中できる環境を与えた石井一太郎会長、また千葉も同じようにその道を選びました。さあ、ここからのランクアップ、ステップアップに向けての第3ラウンドが始まっています。ここまで7戦全勝 6KO の千葉ですが、第1ラウンド第2ラウンドにダウンは奪っていません。アッパーを入れていきます。右のアッパーさえ渡っていますが、大振りでなんとか懸命に振っていくというのがこのブライアン・ロベターニャです。12勝のうち10個の KO があります。浜田さん、ここまでの2ラウンドを見て千葉の動きいかがでしょうか。いや、問題ないですよね。ただ相手のこの大振りに、はい、まあ、スピードあるわけではないわけですけど、その大振りを見てしまって自分のスピードまで落としちゃいかんですよ。あっと右フック、今なんかも、はい、確実に外せるパンチですからね。セレスさん、このあたりの大振りのフックというのはいかがでしょうか。
そうです、スピードがないですから、ただあの大振りの内割りにカウンターを合わせようとしすぎてるので、ちょっと待ちになってる部分はあるんですよね。あ、なるほど。それもう少し自分の攻撃を仕掛けてもいいですよね。先手を打っていくということでしょう。そうですね。平松さん、千葉陣営なんですが、その大きなパンチについてブロッキングをしっかりしていこうと、そういう話はしていました。なるほど。ブロックをしっかりしてこの相手のパンチを防いでいこうという千葉陣営横浜光ジムです。まあ、今のところはこのブロッキングよりも外すところでやってますけどね、まあ、スウェーバックするところですけど、もう少しガードを上げた状態でのスウェーバック、まあ、ノーガードでの、まあ、パンチが見えるからというのはありますけどね。ボディに必要にパンチを出していきます千葉海です。アッパー、ナイスアッパー。セレスさん、このアッパーは一つ千葉の武器と言えそうですか。そうですね、あのアッパータイミングいいですよね。あ、そうですか。平松さん、先ほどあのロベターニャなんですが、第2ラウンドを終えてからですね、青コーナーに戻ってくるときにちょっと足元ふらついていまして、かなりこの第2ラウンドを終えた段階でも体力の消耗激しいように見られますね。浜田さん、このロベターニャの体力の消耗どう見ますか。まあ、実際にこれだけ全身の力入れてパンチ振るわけですから、相当消耗ありますよね。それで、まあ、ふらついて戻ってきたっていうのは、まあ、疲れでしょうね。ポディ、まあ、大振りのパンチも、ね、当たればいいですけどね、空振りすると、ね、本当倍疲れますからね。あ、そうですか。ボディを当ててフックがあっと返していった。カウンターで左距離を詰めていく。右のストレート、ここから少し、ね、自分からまとめて打ちたいですね。これまでの千葉の試合というのはかなりこう KO で一発で倒すというよりはまとめてレフェリーストップという試合も多かったこの千葉です。右のストレート打ち下ろしていきました。ジャブジャブ、石井会長をしてこの千種類のジャブを持つような男、そんな表現もしていました。左のジャブには自信があります。カウンターで左フック、ただボディは千葉の腹部を捉えました。ボディ、ナイスアッパー。左のアッパー、少し顔が後ろに行ってしまいました。天を仰ぐような形、あっと右ストレート、あっと効いている、千葉効いている、千葉ストレートが効いている。なんとかここは耐えたい。どうだ、今のは効きましたね。ここで間もなく終了というところですが、スリップです。スリップで第3ラウンド終了。ただロベターニのストレートが効いています。第3ラウンド終了です。第3ラウンド、ブライアン・ロベターニャの強烈なストレートがありました。こちらのシーンです。浜田さん、ご覧になっていかがでしょうか。完全に効きましたね。まあ、ガード低い状態でスウェーバックスしようというところがあったんですね、パンチが伸びてくると避けたつもりでも、まあ、食ってしまう場合ありますからね、まさに今のがそうなんですね。なるほど。今後セレスさん、この千葉はどんなことに気をつけて。いや、多分まだ効いてると思いますから、このあとまずしっかりカバーすることですよね。さあ、そのダメージが右のストレートに効くこと効いてますよ、まとめていく、ブライアン・ロベターニャチャンスと見たが、ボディ、まあ、ただ一度も冷静にいきたい、ね、相手はもう今の回勝負ですよね。第4ラウンド1つ、あっと右、右を抜いた、もう相手は効いてますね、効いてますね、まだ2分30秒以上ありますからね、効いてますね、これは尻もついた、あーっと試合を止めた、レフェリー、ビニー・マーチン、試合を止めた。3ラウンド目のあの右の一発の影響ですね。なんということだ、千葉が敗れました。いや、やはり浜田さん、先ほどのストレートですか。ダウンのストレートというよりもですね、まあ、ですよね、3ラウンド目の一発来ましたね、あの影響なんですね。あ、ですから、そうですか、さっきダウン取られたパンチというのは、まあ、どっちかというと大したことないわけですけど、ダメージ引きずってのパンチなんで、やっぱり効いたところに軽いパンチでも、まあ、相当なダメージあったということなんですね。そうですか。千葉アゼンです。4ラウンド26秒、テクニカルノックアウト。千葉敗れました。勝者、3ラウンドのあの一発で、ブライアン・ブハウィ、試合がひっくり返った感じですね。ロベタリアン、喜び爆発はフィリピンからの刺客、ブライアン・ロベターニャです。千葉立ち上がることができない。切れたとこかもしれませんよね、この場面ですよね、これが全てですよね。あ、こちらのフック気味の右でバランスを崩して、まあ、ここはよく耐えたんですけどね、
まあ、こうなるとやっぱ、ね、ロベターナ選手ね、疲れてても元気出ますからね。はい、最後はこのロベターニャの12勝10 KO という強烈な右が完璧に千葉を捉えました。これで千葉はキャリア8戦目にして初めての黒星ということになりました。なんとこの横浜光ジム期待のホープ千葉に土をつけてみせました、ブライアン・ロベターニャです。I might chip off, man. I got this, yeah.